思い出すことができた。みな、わしのことを一度たりとも諦めてはおらんかった。過去にとらわれてしまえば、それこそ皆の善意を裏切ってしまうじゃろ？先生も母も、きっとそのようなことは望んでおらぬ。それに、今こうして、お前はわしの話を聞いてくれておるではないか。パルディスディアイの夜景はいいものじゃ。散歩に付き合ってくれぬか。ティナリとコレイにはカカタの状況が安定してからまたきっかけを作って伝えるつもりじゃ。今はもう少し秘密を守っていてくれるか。ありがとうな。100年前にも100年後にもわしのことを心配してくれて思ってくれる者がおるんじゃな。そう考えてみればわしも随分幸運に恵まれたもんじゃ。そう思わんか。残念なことが一つあるとすれば、戻ってきたばかりの時、誰も先輩であるこのわしを訪ねてこなかったことじゃな。お、ふむ、ただいま。Yeah.